はいどうも、皆さんこんにちは。こんばんは、ミキサです。今回はドラゴンクエストライバルズやっていきたいと思います。今回はですね、ラーミアと占い師ということで、ラーミアを使った特殊勝利を頑張っていきたいなと思っております。この6つのオーブを手に入れましょう。で、以前使ったアグロデッキに近いデッキを改良させていただきまして、ちょっとこのデスマーキュリーっていうのちょっと面白そうだなと思って、典型の神域っていうのを使って、ほぼ確定でラーミアのオーブをサーチしていくようにしております。典型の神域はコストが1高いカードなんで、1コストが約20枚入っています。だからまあちょっとアグロに似ている感じかなと思うんですけども、まあ、基本こいつらは相手のフォロワー除去に走るかなって思ってます。典型の神域カードが6枚あるから、なんだったらテンションスキルとか使わずに、このデスマーキュリー、典型の運命の分岐点、プラスこのメイジドラキーの死亡時とかでもう発動できるかなと。で、奇数が圧倒的に多いので、このインキュバスがね、ほぼ必ず奇数で攻撃力が上がるって感じになってます。結構勝率が高くなるように作ったデッキですので、皆さんもぜひ使ってみてください。それじゃあ、行きましょう。運命を引き寄せるもの。今日も楽しくゲーム実況。プレイは大胆かつ慎重。プリーズサブスクライブ。ランデブー、ミヒトチャンネル。さあ、手やっていきましょう。よく名前つけるのめんどくさい時に、あーってなるけど、この人もそういうタイプかな。さてやっていきましょうか。典型の神域、運命の分岐点だけ。あー、ちげーよー。私がやりたいのと違うよー。なんでやねん。認めたくない貴様の勝利だ。はい、そうだね、これあれですね、デスマーキュリー、まあ悪くない、デスマーキュリー自体は悪くない。敵さん何枚書いたか見てなかったんだ、どうしよう。おそらく敵さん最初、見事だ貴様の勝利だ。よくわからない敵さんのリタイアだけで一つランクが上がるってどういうことなんでしょうか。さ、やっていきましょう。おっと、敵さんは初めてピサロさんを使う方かな。今ピサロって強いんですかね。ピサロはカードがほとんどないんで、ランプ系のデッキやレジェンドカードいっぱい使うから苦手なんですが、じゃあでもどうしようかな。全力でラーミアンを持ってこよう。来ねえ。で、マジでいらねえやつが来たよ、本当に。お前は来たらダメなんだ。何事？私のターンです。なんか一気にフォロワーが2枚並んでびっくりしたんやけど。私のターンだ。ヒサロ。ヒサロって。なるほど。なんすか、チクチク系ですか、これもしかして。チクチク系だとしても、これはあんまり体力減らしたくないので、テンション上げるでもって、まあこれ確定であれが来ますよね。あれが来るんですよ、運命の分岐点。未来は私の手の中に。で、確定で運命の分岐点なんで、これがゼロコストになるから、まあスライムで運命の分岐点を取ってもらう、運命の分岐点を取るんじゃないな、もう取ってもらいましょう。これで敵さんはモーモーを取るしかなくなるだろう、そのスライムが。嘘でしょ。さて、何にしようかしら。嘘でしょしか言ってね。じゃあラーミア行きましょう。ラーミアとテンションアップでいいでしょう。あとは、運命の分岐点もしくはカードたくさんドローしていくカードが必要。大サソリたちはいろいろと、まあ3コストがいっぱいだな。何があったよ。グール、
ブルーオーブ来た。でもここはテンション上げつつ殴ろう。グールはユニットだけやから毒になるのは。私のターンだ。プラスオーガーの攻撃力が4あるし、なんですか、なんなんですか、怖いですよ。ちょっとオーガーは毒に侵されますと。どかに、どかってなんですか、毒に侵されましたですが、でもってこのオーガーは受けるダメージが2倍である。トロルさんを殴ることによって一撃。 OK。 どうしよう、敵さんをさばくのに結構時間を費やす気がする。これインキュバスは確定で、ほぼ確定で奇数なんでね。 OK。 次典型の刺激か、やったね。あだっ、ん、まあいいや。あだったらテンション上げつつ、ん、これでいいんじゃねえか、これでいいんじゃねえか。まさか、まさか運命の分岐点来ねえよな、これで。おおおお、イエーイエーイエーオッケーです。じゃあこれでいきましょう。運命の分岐点が手に入ったから、次大サソリさんが死ぬなら運命の分岐点を、あー毒に侵され、あ、そうか、もうこれで死んじゃうな。めんどくせえな、このこいつ。いでよ我が血族、出てろ勝手に出てろ勝手に。オッケー、じゃあガチャコッコ、ガチャコッコと、あ、グリーンオーブ、なんかオーブ系コッコ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 、私がコッココッコ言ってるじゃねえかよでもって取るか、取って残り3コストでしょ。これでいいでしょ、テンション、あーテンション、うん、なんかオーブがいっぱい来るな。何があった、特技カード確定サーチじゃなかった、ないよな、グリーンオーブな。なんでこんな特技カードいっぱい来るんだ、怖いよ。うわ、やめろやめろ、やめてくれ、頼む頼むから、こいつに行くな、やめろよ。うん、そうさあ、ピンポイントで来るのマジでさ、いいけどゲームだからね、ランダム要素は仕方がないんだけど、くそここは典型の神域、もう見えません。そしてこいつ、クイクイ、まあこうステータス上げても意味ないっちゃ意味ないんだけど、こいつがめんどくさいかどうかって言われたら微妙だな。取っとくか、一応のこと考えて取っときましょう。ちょっと守護がもう張れなくなっちゃうけど、テンションアップ、テンション上げて、プチ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 アーノン、プチプチアーノン、プチプチアーノンとはいかに。何にするか、さて敵さんはまだそんなにあれだな、ま、めんどくさいやつ来た、めんどくさいやつ来た、なんでクセサスインズ私のターンです。ピサロで勝つっていうミッションの消化中かな。いや、マドハンド出るんだよな。マドハンド出るんだったらめんどくせえしな。置いとかなくても、置いとかなくてもいいんだけど、置いとかなくてもいいんだけど、いや、ほっとくわ。ほっとくわ。ここ、オーブ。ゴースト、ここもオーブ。こいつは典型の神域の効果じゃないとダメで、テンションを上げましょう。でテンションスキル使って確定、確定だよな、未来は私の手の中、確定だよな、ああだよな、シルバーオーブ、シルバーオーブを置きますと。ん、これ買ったんじゃね、オーブもう一つ、あ、分かった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 、大サソリが死んだ瞬間勝ち。しゃあしゃあ、復活を始めましょう、復活を始めましょう、復活をは、どういう意味は、うん、どういう意味は復活を始めようって。さあ復活の時間です、ラミアよ、復活するんだ、復活を。
時は来たれり。今こそ目覚める時。大空はお前のもの。舞い上がれ、空高く。皆さんぜひ使ってみてください。お前はお前の世界を作るんだ。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。